い、エンペイスタンドです。こちらベータさんのね、RR40125 の LC ですかね、125cc のフルサイズのオフロードモデルになりますが、こちらの車両がね、同系列で、125cc のモタードモデルがありますので、そちらのね、モタードモデルのホイールがポン付けできるかどうかをね、確認するだけの動画となっておりますので、まあ、つくかつかないかだけのね、確認の動画になります。それじゃあね、簡単ですけど見てみましょう。はい、このようにね、現在純正の21インチのオフロードホイールとなっておりますが、こちらにね、17インチのモタードホイールが装着できるか確認してみましょう。はい、こちらがね、モタードホイールの17インチホイールになります。で、サイズがね、100-80-17のタイヤが今装着されていますよね。で、パイロットストリートミシュランです。これが純正装着のホイールになります。で、ディスクローターね、パッと見互換性ありそう、ね、デザインとか似てますけれども、取り付けがこちら、2、4、6本ね、6本で取り付けされておりますが、ディスクローターこちらね、4本で取り付けしてありますので、ローターは互換性は全くないですよね。ですが、まあ直径の方はこれ 26mm で、こちらもね 26mm で、両タイヤは一緒なんで、オフセットさえ合えばね、こうキャリパーそのまま使えると思います。あと取り付けカラーの方が、このワッシャーとね、カラーとモタードホイールの方は使っておりますが、こちらのオフロードモデルの方は左右ともカラーがね、装着されております。そのあたりがね、取り付けがちょっと異なるところですよね。それじゃあね、装着してみましょう。これオフ車の方についていたカラーですけれども、こちらがね、モタードのホイールのカラー、ちょっと大きさ違うんでね、カラーの流用は難しいみたいです。このようにワッシャーとカラーになってますので、カラーも専用のカラーが必要になります。はい、バランス取りました。ちょっとだけね、バランスズレがありましたけども、チーカラーを入れて、シャフトはね、抵抗出しておきました。干渉はなくね、センターの方も出ています。干渉もないようなんでね、問題なく装着できました。これ前後連動のブレーキカットしてるんですけど、それもね、ホイールには干渉してないんで大丈夫そうですね。あとこの長いフェンダーもモタードのものにね、変えておきます。それではね、リアホイール交換していきます。あちらにあるね、17インチのものと交換しますが、まあとりあえずね、チェーン取り外しまして、で、あとスプロケットとかもね、リアスプロケットが新品になるんで、まあチェーンも新品になって、フロントだけね、古いスプロケットですと噛み合い悪くなりますからね、フロントも新品交換します。あとね、17インチになるとね、ちょっと車高下がりますので、サイドスタンドがね、起き上がってしまって車両がね、倒れる恐れありますので、こちらの短いね、スタンドの方に交換します。それではリアホイールを交換していきましょう。それじゃあね、17インチのホイールに交換していきます。カラーがね、やはりね、ハブの厚みがね、こう太くなった関係で、こうハブが太いんでね。で、こちらがね、モタードの17インチのホイール用のカラーになって、
こちらが18インチの、ね、オフロード用のホイールのカラーになります。やっぱハブが、ね、違う関係で厚みが変わってきますよね。シャフトもね、グリス塗っておきましたよ。干渉もないようですね。これね、スプロケットだけ見ると使えそうなんですけれども、端数が違うのでね、こちら新品のスプロケットになっております。で、ディスクローターのね、互換については、こちらね、オフロード用はボルトのね、取り付け穴4つですけれども、モータード用のね、こちらのキャストホイールの方は、ボルトの取り付け穴ね、6個になってますので、取り付けの穴自体ね、違いますので、ディスクローターはね、互換性は全くないですよね。はい、ドライブスプロケットの交換終わりました。こちらサンスターのものになりますよね。で、機種的にはね、セロ225とね、同サイズで、スプライもね、全く一緒なので、セロ225のね、ドライブスプロケットが使えるということですよね。で、セロ225のスプロケット、ドライブスプロケットが使えるということは、いろいろね、選択肢も増えるわけで、で、このね、セットするプレートの方も、まあ、中古をね、使うとどうしてもね、摩耗したりしてますんで、まあ、ドライブスプロケット交換じゃね、セットで交換される方も多いとは思いますが、まあ、ピッチがね、元の純正のものと異なりますので、こちらもね、セロ225のものに交換しております。で、これでね、部品の方は国内調達ね、できるようになりましたんで、もうすぐね、部品の方は手配ができるかと思います。まあ、このようにね、流用パーツ探すのも面白いですよね。で、今度はチェーンはね、シールチェーンになります。もう待ち乗りしかしないということで、はい、ホイールの取り付け完了いたしました。